はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。その日のうちに会員様から出た質問というのに答えていくというシリーズです。今回はビスですね。今目の前に置いてありますけれども、こういった種類どういうものを使ったらいいのかということでよく質問があるので、それについてお答えしようと思います。会員さんの中でもこのビスのことをネジという方がたくさんいらっしゃいます。でですね、こういう木を留めるものに関しては基本はビスというふうに覚えておいてください。でネジっていうのはどういうことかというと、例えばこれボルトですね、こういうものも含めてネジと言います。この螺旋の溝が切ってあるものというのを総称してネジと言います。まあ、このビスももちろんネジの中には入るんですけれども、こういう先が尖っているものですね、こういうものを僕らはビスというふうに言います。で僕らまあいろいろ木工、DIY ということで、木に関するものづくりに対して、今回はお届けしようと思うので、今回はそのビスの種類ですね、そういうものについてちょっと簡単にざっと説明していこうと思います。でまあホームセンターに行くといろんなそのビスが売られていて、もしくはネジですね、どういうものを買ったらいいのというふうにもちろん悩むと思います。使うものっていうのはほぼ限られます。まず、覚えていただきたいのは、大きく分けてビス、木工用、木の工作するときに使うビスというのは大きく3タイプだと思ってください。一つはコーススレッドですね、こちらの今左手にあるものです。で、まあ、もう一つはスリムビスといって一般的なこういうものですね。あとはミニビスといって何か金具などを留めるもの、大きく分けてその3タイプです。でその中にちょっとした特徴だったり機能性、頭の形状が違ったりします。で間違いっていうのは基本ありませんので、そこまで深く悩まずに、まあとりあえず買ってみるということをお勧めさせていただきます。一番初めにこちらコーススレッドで、このまあプロアクトというのは江南さん、江南商事の自社ブランドのものになってますね。だからまあ同じ形のもの、ホームセンターご近所のところに売られているかどうかはちょっと分かりませんけれども、基本まあ大体同じものだと思ってください。で次がスリムビスですね、こういう箱状になってます。最後にミニビスです。よくホームセンターに行くとこういうふうに小さいパッケージで小分けにされたもので売られていると思います。実際ですね、僕らの教室で、今何か特別に撮影用に準備したわけでなく、今手元にあったものをポンポンポンと並べました。なので日々毎日のように、家具や木工作品ができていく僕らの教室の中でも使うものっていうのは本当にこれぐらいというふうに、考えていただければいいかなというふうに思います。はい、じゃあではどういう時にどういったビスを使うかという説明になるんですけれども、まあ、まず一つ結論は SPF やそういう大きいものですね、分厚い板だったりそういうものを組み立てていく時、例えば椅子とかですね、椅子の足、テーブル、何かその壁の構造になるようなものを作りたいといった時にはコーススレッドがおすすめです。で合板で例えばちょっとこういう箱を作りたいとか棚を作りたいとか、そういった薄い板を扱う時には基本はスリムビスの一択ですね。ちっちゃい金具みたいなものを留めるという時には基本このミニビスですね、というものを使うといいかと思います。スリムビス 45mm とコーススレッド 41mm、 これを比べてみてもだいたい近い長さですけれども、やはりこの形状というのがもう全然大きさが違いますね。で、あと太さも違いますね。あとこの切られているネジの間隔、キッチというのも違います。コーススレッドの方が間隔が広いというふうになってます。こういったところがまずコーススレッドとスリムビスの違いです。なぜこのコーススレッドが SPF 材を組み立てするときにいいかという話になると、大きさからくるこの締め付け能力ですね、こういったところでまずしっかり材料を押さえつけてくれますよという形になります。それとあとこの切られているネジが大きいので、ピッチが大きい分ビス、ネジというのは回転した数だけ早く入っていってくれますということで、通媒材のような結構もうガシガシ大きいものを作りたいとか、そういった時にはあとまあ柔らかい材料のものみたいなものにはこういうコーススレッドが適していますよと。で僕らも例えばこういう天板ですね、テーブルの天板と足、幕板を留め付ける時っていうのはしっかり留め付けたいので、こういう頭が大きいもので留めてあげますよと。で早く入っていくんですけれども、そのインパクトのトルクが結構かかっている状態でそのままガガガッといってしまうと、ここの頭が結構取れやすいというのがあります。スリムビスは回った分だけどん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 皿が木を広げて入っていってくれるんですけれども、コーススレッドっていうのはここに負荷がかかるのでよく頭が飛んじゃうんですね。ということに気をつけながら使うのであれば、まあ
これコーススレッドっていうのはガシガシ使えるかなというふうに思います。今度はスリムビスですね。こういうふうにスリムビスというのはコーススレッドに比べて細くなってます。でこの頭の形状も、こういうふうに三角の錐になっているものが多いですね。コーススレッドは大体がこういうラッパ型になってます。こういうラッパ型っていうのは木を掘っていかずに押さえつけるような形の時にはこのラッパ型をよく使います。はい、だから、ザボリ、この皿が入る、ラッパが入る分をザボリせずにそのまま押し込んでしまうと最終的にここに負荷がかかってポンと飛んでしまうという形になります。片やスリムビスに関しては大体のものがプレキ加工といって皿の部分にこうカッターみたいな溝が掘ってあるんですね。この部分が木を押し広げて削って入って埋まってくれると。はい、ですので、まあ、コーススレッドっていうのは締め付けに適してますよと。でスリムビスというのは掘ってしっかり中まで入ってくれますよというふうに大体が加工されてますね。はい、ということでですね、スリムビスというのは基本すごい使いやすいです。僕らも、教室で何も考えなければ何かあればもうとりあえず留め付けるんであればスリムビスです。で何か結構しっかりしたもう負荷がかかるようなものとがっちり留め付けたいという時にはコーススレッドという選択肢になりますね。だからまあスリムビスかコーススレッドどっちか買っておけば、まあ、間違いないというふうに考えてください。だからスリムビスというのは、コーススレッドに比べて頭が飛んじゃうってことはありません。その代わりここがフレキ加工、この皿の部分に関しても穴を掘っていく機能がついてますのでどこまででも入っていきます。はい、というところがですねちょっと大きく違うところですね。ではですねこのラッパ状のものと皿状のものがあると言いました。丸頭のネジというのもあります。大きさで例えば鍋頭とかトラスとか言ったりしますね。で基本はこのトラスって書いてあるものを買っておけば大体間違いないと思います。これは皿の形状になっていないのでもちろんこれは材料に入ったところで留めるというような形になりますね。大体ホームセンターでこういうふうに小さく売られているこういうものがミニビスと言われるものです。ですので、まあ、大きく分けて先ほどの説明にもあったようにコースとスリムビス、あと小さいネジがありますよという形でどれを買っても間違いではないです。この全ネジ、半ネジの説明に入っていこうと思います。で結論なんですけれども僕らの教室であんまり全ネジ半ネジどちらがおすすめとかあんまり気にしないでいいです。全ネジ買っちゃった間違いだったみたいなことは基本そんなにありません。加工の仕方でちょっと、違うだけですね。ここが螺旋が切っていなくてまっすぐになっているのが半ネジですね。でこのラッパの部分まで螺旋が切ってあるというのがこれが全ネジになります。90ミリとか大きいものになると大体がこの半ネジになってますね。大体コーススレッド、何ミリ以下かな、コーナーに関しては、65ミリの長さ以上になると半ネジになりますよというふうになってます。どういうふうな違いがあるかっていうのを実際に、木材を留め付けながら見ていきましょう。こちらが、全ネジタイプ、こちらが半ネジタイプのものですね。そうするとですね、どれだけ打っても隙間が埋まりません。というのはこの螺旋構造がここで突っ張ってこの隙間がある状態でこっちの螺旋とこっちの螺旋を固定してしまっているのでここの隙間はどれだけあっても埋まらないんですね。一般の方なかなか初めビスをどれだけ締めても隙間が空いちゃうというよくそういうことがあります。でそれをカバーしてくれるのがこの半ネジになっているビスですね。さっきネジが切られていないこの部分というのがここをしっかり引き寄せてくれたというような形になりますね。ラッパのこの傘の部分で材料を引き寄せてくれたということになります。でこれよくあるんですけれども解体しようとします。解体しようとするときにこうやって頭が埋まっているものでかつここに螺旋が通っていないものっていうのは空回りして解体した時にこういうふうに抜こうとしてもなかなかこのビスが出てきてくれないというようなそういうことがあります。だから解体を前提とした大物を作る時全ネジタイプであれば螺旋がここまで
通ってるので回した分だけ出てきてくれる。なんですけれども半ネジタイプっていうのは解体の時にはこの部分がスコスコで螺旋がなかなか引っかかってくれないということで解体の時にしづらいというようなデメリットもあります。どれだけ締めても隙間が埋まりませんよっていう話をしました。でそういう時には一回抜いてまた締めてやったらきちんと固定されます。はい、隙間が埋まりますね。はい、という形で全ネジ半ネジでもその加工の仕方によっていくらでもそれはカバーできますということで、その全ネジ半ネジ、ルールがあって絶対どちらかを買わなきゃいけないというわけではなくその加工の仕方でいくらでも、カバーできるということを覚えておいてください。イニビスの説明に入っていこうと思います。イニビスというのは木工で言ったら大体その金具だったりの留め付けに使われるものですよという説明をしました。例えば一例としてこのスライドレールを見てみましょうか。引き出しの厚みは僕らの教室では大体まあ13ミリとしてます。15ミリとかでもいいと思うんですけれども、ただスリムビスって大体のものが20とか25ミリから始まるんですね。そういう時にこういうミニビスを使いましょうねという話になりますね。トラスタッピング、まあ、別に飛び出ててもこの頭が飛び出てても別におかしくない部分見えない部分というところには別にこのトラスの方がこの頭でしっかり材料に押し付けてくれる能力が高いと言われています。はい、ですので、まあ、このトラスがおすすめですよとあるんですけれども、僕らの教室ではまあその特にそこは限定してません。ミニビスの16ミリの長さのものでもしっかりこうやって押さえつけてくれます。ですので特にだからトラスじゃなきゃいけないというわけではありません。トラスの頭が緩んでしまったっていう時にはやっぱりガタガタしてしまいます。そしたらまあ締め直せばいいんですけれども、今度皿で見てみましょう。皿で押さえたものっていうのは円錐形のものでここグッと押さえてますので多少緩んでもガタガタしないんですね。これがトラスと、皿の違いですね。トラスじゃなきゃいけない、皿ネジじゃなきゃいけないとかそういったことっていうのは実際にはそこまで、あまり大きく影響してきません。ですのでこれはもう好みの範疇でいいのかなと僕は考えてます。ということでですね、まあ、金具を留め付けるネジということで、ミニビスを紹介しました。こう材料を引き寄せたい時とかによくこの、この皿というのをうまく使ってやったりします。はい、でこういう形で止まりました。でこの時に材料をこう きっちりと引き寄せたい時、このどこに打つかという話になるんですけれども、この時にこの傘の部分でこの材料をググッとこっち側に押してやりたいと、こっち側に打ってやるのが正解ですね。まあもちろん手でしっかりここ隙間なくすんですけれども、まあ、もし浮いてしまったこの状態だとしましょう。その時に一番端っこに打ってやると、はい、最後キュッとこう材料が寄ってくれたのが分かります。この円錐状のものが、金具を材料こっち側にキュッと、これ以上この金具の穴からこちら側にはいけませんので材料がこちらに引き寄せられたというような形ですね。はい、じゃあこれが、今度トラスでやった時にこの隙間が寄ってくれるかというと、ちょっと見えないと思うんですがやっぱり多少隙間が空くんですね。はい、この隙間が埋まるかどうかですね。はい、今キュッというふうに皿で押してくれたので今ここ隙間がなくなりました。ということでですね、この金具を使って材料を引き寄せるときにこの皿というのをあえて使ってやるというようなことがよくあります。その時にも真ん中を狙わずにその打つ場所ですねで、この金具をコントロールしてやるという時にこの皿というのは便利な時があります。